もし研究員になりたいなと思っている場合は、まずいろいろなことに興味を持ってください。そして、それがどうしてこうなってるのかなとか、なんでこんな風になっているのかなっていうのを考えたり、自分だったらどうするかな。自分がもしこれを作るとしたら、どんな風にするともっといいものができるのかなとか、そんな風に考えてみると、あの、いいけ、いい練習になるかなと思います。 それからもちろん、えっと、数学と、算数とか、あとは、えっと、理科、科学だったり、生物だったり、物理だったりという研究は、後でとっても役に立つし、後で勉強しなきゃならないことになるので、今頑張っておきましょう。